それこそエビダンのライブで昼の部と夜の部をなんかちょっと独占できてるような、そんななんか妄想に浸りながら、でもこの妄想がいつか現実になんかできるようにみたいな、そんな気持ちもなんか強くなるミュージックビデオだなというふうに思いますね。人気ボーカルグループが集結したアーティスト集団エビダンが新たなミュージックビデオを公開しました。今回のミュージックビデオは今年4月に発表した前略道の上よりのダイナミックなパフォーマンスに続いて、最新オリジナル曲ニューデイニューウェイブ2023のミュージックビデオとして制作されました。広大な国立競技場を舞台にエビダンメンバー48人がパワフルでエネルギッシュなパフォーマンスを展開しています。メンバーが色違いの名前入りパーカーを着て楽しく収録に臨むメイキング映像も公開されました。カメラ目線も全然前のカメラも。これしかない。俺たちが笑う方法。あ、いいですね。上に。もう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 。ハハハ。LED の準備ボロボロできたら。はい、どうした。楽しみに。国立ってあんまりその夜のイメージがそこまでなくて、でも夜も夜ですごいなんかいいですね。なんかちょっとそれこそエビダンのライブで昼の部と夜の部をなんかちょっと独占できてるような、そんななんか妄想に浸りながら、でもこの妄想がいつか現実になんかできるようにみたいな、そんな気持ちもなんか強くなるミュージックビデオだなというふうに思いますね。
エビダンが最新オリジナル曲でダイナミックなミュージックビデオを公開。テレビ朝日 AI アナウンサー花里ゆいながお伝えしました。